有リマリエは、日本のクラリネット奏者。奈良県奈良市出身。12歳よりクラリネットを始める。奈良市立春日中学校、奈良県立平城高等学校を経て、1997年、京都市立芸術大学を主席で卒業。音楽学部賞を受賞。読売新聞社新人演奏会、朝日新聞社推薦演奏会、ヤマハ館楽器新人演奏会に出演。 同年、東京芸術大学大学院に入学。1999年、同大学院を修了。朝日奈千則、村瀬二郎、村井雄二、鈴木義明、3回、秀美の各氏に指示した。第68回日本音楽、コンクールクラリネット部門入選。第18回日本勘田、楽器コンクールクラリネット部門入賞。現在、日本各地で、オーケストラ、 吹奏楽、ソロ、室内楽等プレイヤーとして幅広く活躍。NHKFM、名曲リサイタル、宮崎国際室内音楽祭、清里音楽祭、アフィニス夏の音楽祭、トンヨン国際音楽祭等に出演。また、知られざる、作品を広めるコンサートシリーズに出演し、レベッカ・クラーク、マリオ・カステルヌ・オーボイコール・テデスコの作品を演奏。その他、 ズーラシアンブラス、アールネスピランのメンバーとして、現代音楽作品、新曲初演を数多く手掛ける。2007年、東京厚生ウィンドウオーケストラに入団し、現在に至る。専属学園音楽大学非常勤講師、ありがとうございます。